沖縄に恋したらやささ愛に恋恋早く恋今すぐに恋 Welcome to 沖縄メンソーレ沖縄。さっきはそば食べたんですけどね、そばの後にぜんざい、今日は YouTube 2本立て3本立て投稿するちょっと、イメージでちょっと撮影してるんですけどね、暑い夏にはぜんざいもう最高ですね。今日はですね、ぜんざいを食べながら、私が初めての経験、初めての体感、初めての感想、感じ方についてちょっと誰かのためになると思うので紹介したいと思います。最近動画でちらちらと語ってはいるんですけど、本当におかげさまで入院したこともないし、風邪もこの何年かひいたこともないし、すごいおかげさまで体調がいいんですね。で、特に頭痛の経験って本当にないんですよ、二日酔い以外はですね。で、入院もしたことがないしって、もう入院など縁がないと思っていたけど、1回は入院した、2回入院したから、同じ胆石の病気で入院したんですけど、それ以外はもう本当、なくて。またこの先、多分大丈夫だと思うんですけどね、どっか調子悪いとこもないですしね、疲れたっていうこともないし、一日ぐっすり寝れば、治っちゃうんですけど、まあよく睡眠不足があるので、睡眠不足の時はちょっと調子が、テンションはちょっと悪いんですけどね、下がるんですけどね、ここ1ヶ月ぐらいにちょっとある体に変化がありまして、どんな変化かっていうと、夜中にトイレに3回行く、そしてトイレが近くなった、で、我慢ができなくなった、まあこれは家での話ですけどね、今までだったらなんか、あ、トイレ行きたいな、でも今いいとこだから、我慢しようと、こんなことをしていた、その感覚でトイレ行きたい、我慢しよう、あ、我慢できないっていう。この感覚がここ、1ヶ月ぐらいでと思いながらですね、その時に、私の前塩と、前立腺とか筋肉とか、それにいいっていうのはもう前から理にかなってるし、承知してたし、そうだと思ってたし、この特に1年余り、もうすぐ2年になりますかね。今はもう塩を持ち歩きませんけど、本当に塩を持ち歩くぐらい自分の気に入った塩ですね。そんな感じでやっていた。塩を取ってないからだと。で、あとは水は私よく飲みます。しかも酵素エキスとか水とかよく飲むんですけど、その水はよく飲む、塩は取ってない、っていうんで、そのせいかなーってあまり気にもしてなかったんですけどね。そしたらこの前、前立腺っていう先輩たちからよく聞いてはいたんですけども、60過ぎたら50過ぎたら前立腺だ、ね、男の高い確率で、なる病気が前立腺っていう、そこら関係という話を昔から聞いてた、50代に入った頃から聞いていたのでですね、意識はしてました。だけどまさかそっちと前立腺がもう深く関わっていると思わないで、で、そんなタイミングでそんなタイミングでも、この1ヶ月、特にこの1週間ぐらいはすごい、これでもう夜中眠れないっていうところで、前立腺調子悪いですねって言われたらですね、で、どうすればいいですかとで言ってマッサージを受けたわけですよ、まあ、整体っていうのがマッサージ。そしたら1回でまあ正確には2回なんですけど、マッサージを受けてピタッと止まったんですよ。で、それで自分の経験から、同級生、友達に話したら、俺もそうなんだとっていう話になって、いや、実はこうで俺は1回2回でもすぐ良くなったんでびっくりして、その場でその。すっきり感というかモヤモヤ感がなくなったという話をしたら、俺も試したいとかやりたいということで同級生を誘って、紹介しました、どんな感じかっていうのは映像でこれから流していきますけどね、ちょっと、映像を見て参考になる部分がたくさんあると思うんですよ。例えば夫婦で、ちょっといい意味でコミュニケーション取れて、自分では押せないツボもあるので、そんなのがいい意味で誰かの役に、立ったらいいなと思ったので、許可を得て、友達にも許可を得て、であとまた私のお友達も一緒に誘ってですね、こんな感じで困ってる人が私がまず知りませんでしたから、もうこの先ずっと、トイレがもう3、4回もう我慢できないという状態になって初めて多分私は病院に行こうと多分考えたと思うんですね。だけどこんなマッサージで簡単なマッサージで、良くなったわけですから。それからもちろん YouTube もよく見ました、前立腺マッサージ、前立腺肥大とか、いろんなネットを調べてしたらまた新たな情報なんですけども、前立腺がん、前立腺肥大という男性にしかかからない病気がすごい伸びてると。間違ってたらごめんなさい。1位が男性肺がんだったかな。その次に前立腺がんっていうぐらいもうすごく流行ってるのと、あと宮城県、あくまでも私がネットで調べた情報なんですけど、宮城県では特に前立腺がんが、異常にもう数値的に右肩上がりで伸びてるということで、やっぱり、今塩分控えめっていうことで ずっと私たち洗脳されてきたっていうか、誰もがそう思ってる中で今は塩が足りない、っていうことを皆さんよく言ってますけどね、そんな感じとなんかつながってるんじゃないかなと、思いましたね。新しい上田五六、うがんぶすくと回すぶすくは良くないですからね、ということで明日はうがんぶすくっていうのはご先祖様にいつもお祈りすることをうがんってお祈りのことをうがんって言うんですけどね、沖縄の人は、旧暦の1日と15日はどこの家でもサリウートって言って、こんな感じで仏壇とかですね、火の缶、台所にちょっとこうやっていつも手を合わせる場所を作るんですね。特に長男の家はそんな感じで、うがんぶすくと回すぶすくは良くないっていうのをなんか勝手に思ったことを口から出たんですけどね。ということで、もし夜中、3、4回、夜中に目が覚める、トイレが近すぎる、トイレが我慢できない、男性の話ですよという方は、ちょっとマッサージ映像を流しますから参考にしてみてください。またやさいにへレベル。もちろんこっちも来てますけど、こう来るとこっちも来てます。ここは胸腺というホルモンのコントロールをする場所と言われてるんですね。でそこの方をこう押すと大体痛いんですよ。痛いでしょ、でこうするとめちゃくちゃ痛くなってくるんですよで本当はですね、女性なんかだったらこのおっぱいの深部かこのライン、ここも全部ホルモン系統ですから、本当こっちも全部やるべきです。この肋骨の隙間ですね。そう、うん、要するに骨皮を揉むんです。骨皮、骨にくっついてる皮があります。手びちじゃなくてなんだあれね、あれ食べると上についてるじゃないですか。こびりついてる。そう、あれがまた美味しいんですよねじゃあ行きます。はい、これが開いてると良くないんですか。こっちが詰まってる。あ、詰まってる。は、こっちが詰まってるから開いてる。そう。でこれはですね。乗るんですよ。でこう動かす。よいしょ。あ、肘で痛いな。容赦ないなこれ。はじめ痛い？これをこうやってもそんなにさっきみたいに手入れないです。もうすでにこっちで右を直すと左も良くなる。良くなる人もいる。うん、もうこの人大丈夫。今ちょっと緊張してるからね。ほら完璧に、はい、もう通らなくなった。いいで。これ仙骨っていうんですか。三角。あ、仙骨。仙人の仙人。気持ちいい？痛い。痛い。痛い。凝ってる人は痛い。凝ってない人は気持ちいい。こっちも凝ってますね。はい。とかでもそうなんですね。20代でも凝ってる子いるんですよね。ここは生殖器系のツボでしょ。ここも刺激したね。腰も硬そうですね。うん、横に、うん、両方。ほら、こうぐり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 。付け根をね。そうすると中を動くじゃない。ああ、前立腺がちょうど刺激される。そこを動かさないでただ薬やったって治らん。そこが硬くなってる。そう。要は流れが悪い。詰まってるから。でそれを通してあげる。そう、通してあげる。でこれはもうほとんどケツの穴のこの辺まで。ああ。こっち側からケツの穴の方も。OKです。リラックス。この体が動くんだったら動くそのまま任せて止めない。こうブレるから。そうそう、そのままいく。そのままそのままそのまま